小次家は中国、鎮太郎市出身の卓球選手。2011年世界選手権ロッテルダム大会の男子シングルスで初優勝、そして2013年世界選手権パリ大会の男子シングルスで2連覇を果たした世界チャンピオンでロンドンオリンピックの男子シングルス金メダリスト。2011年の世界選手権、ワールドカップ、2012年のオリンピック、2013年の 世界選手権とすべての決勝戦で2009年、世界チャンピオンである大脇を破って優勝している。名前の次川はサッカーの名選手だったブラジルのジーコから由来している。元卓球選手でサッカー好きだった父親の影響で幼少期からサッカーをやっていたが、1993年のワールドカップ最終予選での中国の惨敗により、本格的に卓球を始めた。 2008年全中国選手権、大会男子シングルスで当時北京オリンピック代表の3人であった、王明、バリン、王務金を連覇し、優勝して、頭角を表した。2009年の世界卓球選手権横浜大会の男子ダブルスで、各卒とのペアで、銅メダル、混合ダブルスでキコとのペアで、銀メダルを獲得した。2010年3月のアジアカップでは、 同じ中国のバリーン、元、シンガポールのカオニンを破って優勝した。5月に行われた世界卓球選手権モスクワ大会では準決勝で日本の岸川清り決勝でドイツのクリスティアン・ズースを破り、中国の優勝に貢献した。広州市で行われたアジア競技大会の男子ダブルスでは王明とのペアで金メダルを獲得した。 2011年の世界卓球選手権、ロッテルダム大会では、シングルス初出場であったが、準決勝でティモボール、決勝で王輝を破り男子シングルス優勝を果たした。2012年のロンドンオリンピック男子シングルスに出場し、決勝で王輝を破って優勝し、男子団体と合わせて2巻を達成した。男子シングルスで優勝を決めた直後、 表彰台に走って行きキスをするパフォーマンスを披露した。かつては、塩赤のカットを苦手としていたが、中国の長級リーグで同じチームとなったことをきっかけに、塩赤の特徴をつかみ、現在は克服している。今は、戦術的に苦手なタイプはいないが、同年代の馬竜を苦手としており2011年は、多くの大会の決勝戦で敗れている。しかし、 近年は克服しつつある。2013年の世界卓球選手権では男子シングルスを2連覇を果たした。観客席の両親ところへ行き、ガッツポーズし、ユニフォームを脱いで観客席に投げ込むパフォーマンスを披露した。2014年に卓球ワールドカップでは男子シングルス決勝で馬竜を破り、3年ぶり2度目の優勝を果たした。 2015年の世界卓球選手権では、中国男子では、小速胸以来のシングルス3連覇をかけて臨んだが、準決勝で後輩の肩拍に敗れて、銅メダルに終わった。長は、この頃から、古傷の肩の故障などもあって、ややプレーに精細を欠くようになり、シングルスのタイトルから遠ざかることとなった。2016年の、 第53回世界選手権クアラルンプール大会で男子団体で金メダルを獲得2016年リオデジャネイロオリンピックの時点では世界ランクを4位まで落としており上には馬竜、ハンブリ東、元と3人中国人選手がいたため蝶の代表入りが微妙な情勢であったが竜、国領監督は経験と実績を買って蝶を男子シングルスと 男子団体代表に選抜し、蝶より若い半ぶり東を P カードに回した。リオデジャネイロオリンピックの卓球男子シングルスでは、順調に勝ち進んだが準決勝のブラディミル・サムソの、ふとの試合中に腰を痛め、サムソの、ふとの試合には勝利したものの決勝で、馬竜に0から4のストレートで敗北し、銀メダルに終わった。続く、男子団体でも、 蝶は腰の負傷の影響で万全とは言い難いコンディションではあったが自身の出場した試合では全て勝利を収め中国の団体金メダル獲得に貢献した。リオデジャネイロオリンピック後のインタビューで蝶はもう疲れてしまってプレーを続けられないねと同年中の引退をに追わせた。しかし2017年2月カタールオープンや中国オープンにエントリーし、 その後も、世界選手権、全中国運動会、ドイツオープンと出場しており、引退はしていない。2018年は、香港オープン、中国オープン、ジャパンオープンとエントリーしジャパンオープンでは、大会期間中に腰を痛めたものの決勝まで進出。決勝では、張本智和に敗れ準優勝に終わったものの、復調の兆しを見せた。試合後の会見では、 東京五輪に向けた第一歩で、以前に比べて試合をより楽しんでいる。またツアーや世界大会あるので、いろんなことを総括し、また頑張りたいとコメントしている。2018年3月28日、中国の女優である K テンの交際を明らかにした。中国では、キア自動車やコカ・コーラの CM に出演しており、美白には1200万人のフォロワーがいる。 料理好きでよく自分で調理する。フルーツを好む。YG サーブに代表される強力なサーブ、多彩かつ講師巧みなバックハンド技術に加え、キレの良いフォアハンドドライブを放つ。1990年代に、ピーター・コルベルによって考案された、チキータは、蝶によって攻撃的な技術へと進化し、突ツきツレシーブが主流だった、当時の卓球界に変革をもたらした。 打球点の速さとカウンタープレイでの勝負、前述のチキータとバックハンド中心の連続攻撃で、当時の中国では突然変異の存在となる。以前はバックハンドプレイヤーであったが、徐々にフットワークを活かしたフォアの連続攻撃も目立ち始め、より隙のない量ハンドになっている。引き合いや中陣からの攻撃では、ボールの威力を重視し打球点を落としてでも、回転とスピードをつけている。 世界選手権やオリンピックなど大舞台になればなるほど強いが、プロツーアー等では取りこぼすケースが増えている。ありがとうございます。